皆さんこんにちは、西岡明彦です。リーグ開幕戦にようこそ。解説は福西崇史さんです。今日の試合は楽しみですね。この2016年に開場されたスタジアムの初めての試合は、ホームのガンバ大阪が名古屋グランパスを迎えて行われました。完成した当時は世界にも引けを取らないサッカー専用のスタジアムとして話題になりましたね。こちらがホームチームの先発メンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。こちらも 4-4-2 のフォーメーションです。ここは縦を突くでしょうか。タックルはボールに行っていないようです。イエローでしょうか。開始間もなくイエローカード、警告が出ます。いきなりイエローですか。主審にはこの後の試合をうまくコントロールしてほしいですね。中の選手に合わせたいですね。誰を使ってくるんでしょうか。いいボールでしたが、ここはクリア。今野康幸、小林、佐藤久人、ここから先の出しどころに苦労している様子です。マイナスのクロスボール、マイナスのクロスボール。試合中盤、ここで先制点が決まりました。嬉しいゴールですね。この得点が試合を大きく動かしそうです。これはうまくゴール前に飛び込みました。基本に忠実なゴールですね。怖がらずによく突っ込みましたね。違うアングルから見てみましょう。監督もリードを奪えたことに満足しているようです。ここからさらに流れをつかめればいいですね。アデミューソン、このボールは重要です。小林、佐藤久人、入るか。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。今日はこれで2ゴール目、ハットトリックもあるんじゃないですか。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。倉田修、アデミューソン、狙ってきた。ここはキーパーが執念のセーブ。ここはガンバ大阪、渡辺和真、アデミューソン、遠藤康人、藤原博樹、見事な視野です。この攻撃はここまでのようです。前半終了です。スコアは2対0。非常にいい内容で後半を迎えます。この選手ですが、前半はものすごい活躍でしたね。早くも2得点ですか。ハットトリックを狙いますね。リードしているのはこの選手のおかげです。後半のキックオフ、今度はグランパスボールです。エドゥアルド・ネット、
これは相手にパスしてしまいました。アデミウソンへ、狙ってきたぞ。ここはキーパーのスーパーセーブ。コーナーキックになりましたね。ボールを入れました。止めたが抑えられない。さあどうなる。タックルが決まりましたがスローインです。藤原博樹、視線が中にいった。さあ出すか。今度安行、打ってきた。ラインを割りました。判定はコーナーキック。監督の指示を受けてピッチに交代選手が投入されます。このシュートは枠を外れました。小林勇気、小林、このシュートはうまくブロックしました。試合はコーナーキックから再開されます。小林、マークを振り切った。ここでラインを割ってゴールキックに変わります。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ここでホイッスル。名古屋グランパスが見事な勝利を挙げました。開幕戦勝ちました。これはこのまま乗っていけるかもしれません。はい、開幕戦を勝つというのは重要です。スタートがいいと心に余裕が生まれるんですよ。今日は素晴らしい活躍でしたね。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。タックルはボールに行っていないようです。イエローでしょうか。中に入れたファビオ。このシュートは枠に行きません。タイミングは完璧だったと思いますが少し狙いがずれました。マイナスのクロスボール。試合中盤、ここで先制点が決まりました。嬉しいゴールですね。この得点が試合を大きく動かしそうで。小林、佐藤久人、入るか。入りました。試合はまだ中盤ですがさらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。アデミウソン、狙ってきた。ここはキーパーが執念のセーブ。アデミウソンへ、狙ってきたぞ。ここはキーパーのスーパーセーブ。シュートは入るか。レフェリーはコーナーキックの